Let us see what kind of education is provided in Japan for children to grow up strong in today's fast-changing society. School education in Japan aims to build overall character, focusing on three components: solid academic ability, rich humanity, and a healthy body. Let us listen to teacher voices on how such balanced education is provided in schools. What do teachers give the most importance on in classes? 理科の授業では、自然に親しむ中で理科の見方考え方を働かせ、自然に関わる中で問題を発見し、そしてそれを解決することのできる資質能力の育成を目指しています。子どもたちが問題を科学的に捉え、科学的に分析し、客観的な判断、行動ができるようになってほしいと願っています。そのためには、与えられた学習ではなく、子どもたちが自ら獲得している学びになっているかということをとても重要視しています。子どもが自ら獲得していくからこそ、主体的な学びになり、力になると考えています。How do teachers build children's health and physical strength? 日本では、体育の授業を通じて、健やかな体を育むことを目指しています。また、身体能力だけではなく、ルールを守ること、友達とのコミュニケーションを通じてチームワークを高めることなども目指して指導しています。また栄養豊富な給食を毎日提供しているほか、各学校に設置された保健室や養護教諭、栄養教諭による健康指導、健康教育を行っています。 How do teachers guide or interact with children to foster rich humanity?日本では道徳の授業だけではなく、子ども同士の関わりというところを大切に私たちは見守って指導しています。例えば一日の生活では、朝の会、帰りの会、それから給食、掃除、それ以外の係の当番なんかもみんなで取り組んで参加して、その中でお互い感謝の気持ちを持ってお礼を言ったり、ちょっと手を差し伸べたり、協力したり、相手を思いやって活動しているなと思います。また、全校では1年生から6年生までみんなで運動会、音楽会、卒業の会などを一緒に作っていきますので、学年が違ったり、個の思いが違ってもお互い協調しながら、相手を思いやりながらという活動があるから、道徳心なんかも学べるんじゃないかなと。Why do teachers need to equip children with a healthy body and rich humanity as well as academic ability? 人は社会の中で生きています。子どもたちも社会の一員として学んだことを社会の中で生かしていく、そういう態度が非常に大事だと思います。さまざまな集団の中で生活していくわけですから、協力して物事を成し遂げる力というものが必要になってくると思います。いくら高い学力があっても、そういう力がないと学んだことが十分に生かされないということになると思います。またよく食べて、寝て、運動して、心身ともに健康な体を維持するということは、学んだことを高いレベルで発揮するということでも非常に必要なことだというふうに考えています。 As we have seenTeachers across the country are engaged in providing the balanced education of solid academic ability, rich humanity, and a healthy body for a bright future.